張してて、多分本番まで緊張しっぱなしで死んじゃうんですけど、どうしよう。マリ、まださ、その緊張がピークじゃないねん。だから、実感がなくて。おはようございます。ありがとうございます。ライブハウスだ。なんか匂いが、ライブの匂いがします。え、わかる。なんかここに今から自分が立つって思うと、また余計緊張が増してきました。終わりたいと思います。いつものイベントで緊張してるけど、やっぱり今までいっぱい練習してきたもの今日披露するんかってなったら、朝起きた瞬間からめちゃくちゃ緊張して、あと目覚めも良かったいつもの目覚め悪いけど、ガバッて楽しみでガバッて朝起きる。あと鳥肌を立たせるっていうことを忘れずに、そう、頑張りたいと思います。今日はほんまに全然緊張しなくて、今回の女の一部で中里さんのソロがあるんですよ。そこでもうめっちゃダンスだけなんで、そこを思いっきりって決めます。結構ダンスには力入ってます。キレキレのラップは、ラップは、あ、キレキレのラップも、もうめっちゃ、昨日もめっちゃ、ボイトレの先生からアドバイスもらって、もうそれをもう完璧にしてきたんで、
もう絶対一で綺麗です。あーでもなんかファーストの時はとにかく初めてやったからどんな感じなんやろっていう、まあ緊張ワクワクもやけどもう緊張してそれどころじゃない感じだったんで、今のところはいいけどセカンドママはもうちょっとだけ前よりは落ち着いて入れてる感じがしております。いやわかんないんですけどステージ立つ前もやってる可能性がちょっと表情を練習したんですよ。歌ってる時の表情がちょっとあまりにも自走だったのでちょっと頑張りました。いや歌に集中しちゃうんですよ。だからまあそれは良くも悪くもなんですけど、まあ、歌に集中しながらもいい感じの表情をきちんとできるようにちょっと今日はそれを目標に頑張りたいと思います。今日のワンマンはヘッドセットなんですけど、ヘッドセットということはいつものハンドマイクじゃないから大きくね踊れるんです。両手で両手を使ってなのでなんかいつもの振りとちょっと違うところとか踊りやすいからパッとコードが違うところとかあると思うので大きなダンスで皆さん楽しませます。楽しみ、楽しみ、なんか発表みたいな食べてない。そうそう昔今から、セカンドワンライブ第1公演目みんな来てください。ポコポコしないとポコしよう。それでは今から大阪公演2が始まります。最後までね全力で楽しんで皆さんも楽しませて頑張りましょう。頑張りましょう。頑張るぞ。あー、まあ、AA をしときましょう。せーの、 AAO。はい、待ってください、失礼します。ありがとう。 OK? みんな OK? はい、行くよ。みんなおるかな。じゃあすいません。
ればいいです。ほんまに最高でした。ありがとうございました。終わっちゃって悲しいです。なんか余韻がすごくてブルブルします。前の匂いもやばい。すごっ。なんかもうみんなめっちゃタオル回してくれたんですけど、どうしよう。エキサランド大阪公演終了しました。やりきりましたよ。なんかめっちゃ楽しかったです。新曲も披露したんですけど、はい、皆さんめっちゃあんちゃんと呼んでくれてすごい楽しかったです。スイッシュとかもあんなにタオルみんな回してくれても見たことないですよね。臨場感ですごかった。ありがとうございました。10月28日は東京でこのワンマンライブを開催するので、今回ねソロダンスの時間も設けたんですけど、大阪公演はひまりとアリサがやって、まあ、次はね誰が来るのかなっていうことで、お楽しみにしてくださいね。あのひらりとゆりやんの、ね、2人のダンスも見れるので、これは10月28日絶対来てください。来てください。